第5艦隊は、旧日本海軍の部隊の一つ。最初の第5艦隊は、日中戦争時の1938年2月1日に、新編され、品方面艦隊に所属して、河南方面に進出したが、1939年11月15日に、第二図解士艦隊に改称された。二代目の第5艦隊は、 太平洋戦争直前の1941年7月25日に本土東方警備アリューシャン列島攻略を目的に新編され1945年2月5日に解体されて第10方面艦隊に吸収された最初の第5艦隊は品方面艦隊の増援部隊として1938年2月1日府で編成された塩沢司令長官は 十巡洋艦妙高を機関に指定した。第五艦隊の新編により、品方面艦隊は機関に三個艦隊を要し、北市方面に第四艦隊を、中市方面に第三艦隊を、南市方面に第五艦隊を充当することになった。南市部隊の軍隊区分は、主体、北方部隊、南方部隊、南市第一航空部隊、南市第二航空部隊、南市第三航空部隊、 連合空襲部隊となった。同年5月1日、第5艦隊司令長官を指揮官とする D 部隊が編成され、アモイ攻略作戦、D 作戦が始まった。10日、海軍陸戦隊がアモイ島に上陸した。20日、アモイ攻略作戦は完了した。同年10月上旬、広市東攻略作戦への協力を開始する。海軍部隊は陸軍輸送船団の護衛。 航空兵力による地上支援を行った。日本陸軍は、派号作戦、日本海軍は、Z 号作戦、作戦部隊を、Z 部隊と呼称した。同年12月15日、第5艦隊司令長官は、塩沢中将から近藤信武中将へ、5艦隊参謀長は、多由井少将から山口多門少将に交代した。品方面艦隊の戦力は縮小され、 第5艦隊は、第9戦隊、第5水雷戦隊、第2根拠地隊、第3根拠地隊、第3連合航空隊、付属部隊となった。1939年1月19日、大本営は、海南島の攻略を発令し、日本陸軍は統合作戦、日本海軍は Y 作戦と呼称した。陸軍は第21軍が、海軍は第5艦隊が、 攻略作戦を実施する、Y 作戦のうち、陸軍と共同で行う、海口方面攻略作戦を、高作戦、海軍のみで行う3あや2で林方面攻略を、乙作戦と呼称した、第5艦隊司令長官、近藤信武中将を指揮官とする Y 護衛艦隊が編成された。2月10日、陸海軍部隊は、海南島上陸作戦を行う。 オツ作戦は12日に発動し、14日に三アや二レバヤシを占領した。同年6月中旬により、諏訪島攻略作戦を実施、21日に同地を占領する。10月20日、第5艦隊長官は、近藤中将から高須市郎中将に交代した。11月上旬からは、第21軍と共に南米攻略作戦を行い、N5A 艦隊が編成されている。 11月15日、日本海軍は、シナ方面艦隊の改定を実施した。シナ方面艦隊の期下に3個使い主艦隊を編成し、第4艦隊を独立させたのである。従来の、第3、第4、第5艦隊は、使い主艦隊に改名した。この時、旧第3艦隊は、第1使い主艦隊に、旧第4艦隊は、第3使い主艦隊に改名した。旧第五艦隊は、 第二図解艦隊に解消され、機関は、病行から町海に変更された。解明の前後に、バイアスワン上陸作戦、海南島攻略作戦に参加している。太平洋戦争突入後、第一、第三図解手艦隊は規模を縮小して、根拠地帯へ降格したが、第二図解艦隊だけは敗戦まで艦隊を維持している。塩沢孝一中将。 1938年2月1日、近藤信岳中将。1938年12月15日、高須志郎中将。1939年9月29日、太陽上昇昇。1938年2月1日、山口多門昇昇。1938年12月15日から1938年6月頃。 昭和13年度帝国海軍作戦計画の計画立案にあたり軍令部事務当局は日本陸軍と折衝を行い従来の対一国作戦主義を展開し複数国との同時改戦戦争遂行という作戦方針に至った大本営海軍部軍令部も同意した品事変が長期化する中昭和天皇は同年9月6日に 昭和13年度帝国海軍作戦計画を再火した。本計画において日本海軍は日本列島東方海面の作戦に従事する第5艦隊を編成することに決した。アメリカ海軍がアリューシャン軍と方面で基地建設を進め、また同方面での演習を行っていることも影響している。対米作戦における第五艦隊の作戦要領は以下の通り、 1> 第1弾作戦1、本邦付近特に本邦東方海面に、おける敵上偵察二人、ずると共に敵の機動部隊に対し警戒しこれを、補足撃滅すに小笠原軍東方面の防備に任じ、第4艦隊横須賀鎮守府部隊及び、大港洋行部部隊と共同して敵の東洋に、イタリル交通路を役くとメ第2弾作戦方諸島以北本邦東方海面に、 あリりて幼稚の防備的状態殺職説及び適正の減災二人次連合艦隊主力の作戦に作応押す1939年4月より軍令部はシナ方面艦隊を縮小する方向で研究を進めた。まず第四艦隊と第五艦隊をシナ方面艦隊から除いて独立艦隊とし敵に訓練に従事させる方針であった。 同年11月15日の艦隊再編で、第4艦隊は予定通り独立艦隊となったが、第5艦隊の新編と独立は見送られた。1941年6月22日、ヨーロッパで独組戦が始まると、日本も7月2日に情勢の推移に伴い不定国国策要項を決定した。極東におけるソ連海軍と航空兵力に備えて、 警戒兵力を増強する機運が高まり、長野治軍令部総長は7月10日に天皇へ上奏し、第五艦隊新編の最下を得た。7月25日、日本海軍は第五艦隊を新編し、連合艦隊に編入した。新編時の第五艦隊の戦力は第21戦隊、水雷艇2隻の4隻で、細ヶ谷長官はたまに正気を掲げた。 その後、予定通り、第21戦隊に特設水蒸気、母艦君側丸を編入し、また、第22戦隊や第7根拠地隊を第5艦隊に編入した、千島列島本土東海上から小笠原諸島に展開した、同リットル部隊の奇襲を察知した、第22戦隊の民間庁要船たる、特設監視艇多数が被害を受けた。アリューシャン作戦に伴って、 キスカ島への進出を図る一方、南方攻略の完了に伴い、危機が去った小笠原諸島の警備を横須賀陳府に移動している。アリューシャン方面でアメリカ軍の反抗が始まり、艦隊の出動機会が多くなる。アッツ島沖海戦での消極的戦闘式の責任を問われ、細海母子老司令長官が更迭されている。第一水雷戦隊司令官。 森友和少将の急病により、木村正富少将へ交代、木村司令官が指揮する第一水雷戦隊は、キスカ島からの陸上部隊撤退に成功した。1943年8月5日に、第12航空艦隊と合同で、北東方面艦隊を編成し、その霊下に収まる。1944年10月に、北東方面艦隊に在籍したまま、 タ部隊に転身し、いわゆる島艦隊としてフィリピン沖海戦に参加。11月5日にはマニラで空襲を受け機関であるナジが戦没する。後に霊号作戦にも参加。12月15日に正式に南西方面艦隊に移籍したが、1945年2月5日に第10方面艦隊新設とともに解散し、所属艦艇はその霊下に組み込まれた。 1941年7月25日、新編時の編成。編集1941年12月10日、太平洋戦争開戦時の編成。編集1942年7月14日、ミッドウェー海戦後の編成。編集1943年4月1日、ガダルカナル島撤退後の編成。編集1944年4月1日。 戦時編成制度改定後の編成。編集1944年8月15日。マリアナ沖海戦後の編成。編集1944年12月15日。南西方面艦隊編入時の編成。編集。細解墓志郎中将。1941年7月25日。川瀬志郎中将。1943年3月31日。島清秀中将。 1944年2月15日から1945年2月5日、中澤優少将、1941年7月25日、一宮吟子少将、1942年11月6日、大和田昇少将、1943年3月19日、松本武史少将、1943年1月17日から1945年2月5日、 ありがとうございます。